はい、今日はですねちょっと気が重いですよ。推薦、これね実は難易度高いんですよ。なんでちょっとやる前から気が重くなると、そういう課題ですよね。はい、葉っぱがねじれてますよね。これをね直すってのがあるんですよ。それがまあ大変ということで、この直し方の裏技をちょっとこっそり教えちゃいたいなと思ってますので、ぜひご覧ください。水仙ね、まずはですねこの袴、ここのネギみたいなところね、袴をちょっと潰して葉っぱをまず抜くと、葉っぱとお花をね内側から抜いていくということですね。で水仙の葉っぱは基本4枚、これたまにね5枚のありますけどね、なんかびっくりするよね、こう植物ってね枚数決まってるんですよね。でこれが袴ですね、これ後で最後使うので取っといてください。でこのねじれをまずね直すっていうのがあります。これがまあ大変、すごいねじれてるでしょ。これをねフラットにすると、でさらに言うと水仙の葉の表面がちょっと白っぽくなってるの分かりますかね。この白っぽいのを落としちゃいけないと、表面をベタベタ触ると落ちちゃうんですよ。それをやっちゃいけない上にねじれを戻すっていう作業をしないといけないんですね。なんで結構大変、先にまあ寸法を切っちゃった方がやりやすいので寸法は切っちゃいます。長さも決まってるんです、一番長いの36センチ。直し方なんだけど、さっき言った通り表面持てないのでエッジだけ持ってちょっと上下に引っ張りつつ逆にねじると、多少はでも90度ぐらいのねじれに今なったと、まあ、下は若干表面持ってもいいかなって感じですよね。これは絶対持った、若干こう引っ張るって感じです。これは動画見てるだけじゃ分かんないですね、実際やっぱやってみないと。今横向いてる状態ですよね。3枚目結構直ってきたの分かりますかね。テーブルに置いてこうフラットになってるでしょ。4枚目まだダメですね。まだでもまた戻ってきてるの分かりますかね。これもね、これ治りやすいものとそうでないものもありますよね、やっぱりね。これはいいですね。3枚目は治った状態と言えますね。これはね、これね上手な人いるんですよ、びっくりするぐらい。毎年水仙やるときはね気が重いんですよ。これをかける3セットみたいなね感じなんでね、かける前の下準備の方が大変だ。そうですよね、水仙なんかはね、ここら辺がやっぱり。でも最初に比べたら全然いいでしょう。でもまだなんですよね、すべてね。さああとねお花の処理ですね、これはねしごくんですよね。これまだまっすぐしっかり立ってると、これを僕はこの爪のね上のところでこうやっていくとニラみたいになっていくと、意外と炒めつけちゃって大丈夫。もちろんやりすぎると水が上がらなくなっちゃうんで、軸の花って言うんだけど、軸の花が草木みたいになってるとタメが効かないってことですね。テロンテロンになりますよね。これぐらいで勘弁してあげましょうと。そんでちょっと裏技いきたいと思います。ワイヤーですね、これはですね葉っぱに入れていきます。これね水仙はここの葉脈っていうのかなに入ってくれるんですね。実はこれ透かすとどこまで入ってるか見える、実はカテーテル入れてるみたいな感じです。これはね溜めやすくするのと、あとねじれを戻すのと両方ありますね。今24番っていう太さのやつで今入れてますけど、でさらに言うとこれちょっと緑のテープが巻いてある緑色のやつなんですけど、それが僕はいいなと思っていて、なんでかっていうとちょっとグリップが効くというかね、ねじれを戻すのにも使えるというか、たまにね横道にそれちゃったりするんで。でこれでもう一回ねじれ直すと
結構治ってくれるんですよ。見て治ってるの分かります？なんでもありですよね、竹花って。この中にワイヤーが入ったことでねじれも解消する。分かりますかね？ね。実は今日もう一枚ね作っときます。短いのね。で組み直します。まずこの長い2本ね、ここで組むと。でお花が来る。でこれかぶせ葉って言いますけどね、2枚ずつでお花をサンドイッチするような感じですね。これでさっきの袴に戻す。だいたいまあ4センチぐらいかなにしていただいて、これね一番まあ下までできたら入れたいんだけど、もともと入ってたから入るはずなんだけどね。今こんな感じになると。で今度は葉組って言って、これを1本にしたいということですね。とはいえバラバラしちゃってるところは、まあ、くっつけるわけですけど、最近はのり付けですね。のりでつけちゃってます。でんぷんのりっていうの、これ久しぶりに見たでしょ。これがね工作になっちゃうんだけどね、まあすいませんって感じですね。若干離すみたいなのはあると。意外としっかり塗る派ですね、僕は。塗る派というか、まあ、塗らないと結構きついなってのもあるんだけど、少しこうためを入れながらやるんですね、この時。でこれがねじれがあると、まあ、うまくいかないっていうのがあります。そりゃそうだよね、ねじれてるとぴったり組めないっていうことですね。でためも入れながらやると。この外側の1枚は流しにしますと。受けも入れてみましょう。入るかな。頑張れ、こういう感じですね。疲れた。今日は水仙のいけばな。これは足を1本にしているのでお成果になりますけどね。水仙のお花の可憐さ、また葉の流麗な美しい曲線、そんなのが同時に楽しめるんじゃないかなと思います。なんかエレガントって感じがしませんか？お楽しみいただければ幸いです。はい、ありがとうございました。